大井川鉄道 ED90K 電気機関車は、大井川鉄道が所有する、ラックレールを使用する、アプト式電気機関車。1990年、大井川鉄道井川線は、アプト市城、長島ダム間の路線付け替えにより、アプト式運転区間を完成させた。その区間での補助機関車として、1989年に、日立製作所で製造された電気機関車が、 ED90 系である。ED90 型は各ボギー台車内にラック歯車を装備している。ED90 型に搭載される電動機は合計6機であり、走行用の HS-22228 系電動機4機トラック歯車駆動用の2機である。大井川鉄道は3両の ED90 型を保有しており、それぞれ ED901.902-903 の車両番号が与えられている。ED90 型に採用されている制御方式は抵抗制御である。制動装置は万全を期すため多重系統にされており、発電ブレーキを常用し、自動空気ブレーキ、保安空気ブレーキ、ラックホイール用バネブレーキ、非常短絡発電ブレーキなどが装備されている。また、 ED90 型には加速度検知装置も装備されており、後半時は時速 19km を超過すると非常ブレーキが作動する。ED90 型は車体幅と車高の比率が伊川線の他の車両よりも縦長であり、馬面電車のように細身の車体となっているのが特徴である。これは伊川線の強小な車両限界にもかかわらず、 様々な機器を搭載するほか、アプト式区間に至るまでの区間を改装するなどの特殊な条件を満たすためである。新生児の改装には、工日のように特殊な仮台車が使用された。ありがとうございます。